おはようございます。おはようございます。はい、それでは今日はですね、まあ、動画の活用の仕方ということで、セミナーをさせていただくんですけども、まあ、動画といえばね、最近で言えばもう、YouTube ということで、まあ、今日は YouTube についてお話ししていきます。まあ、他にですね、一応ニコ生とか、なんかツイキャスとか動画ね、なんかいろいろありますけど、まあ、他のは僕あんまり詳しくないんで、まあ、ただ YouTube に関しては、ね、事例もありますし、いろいろと僕も研究した結果がありますので、それについて今日お話ししていきます。で、今さっきもちょっと言ったんですけど、これ結構どっちかというとあのリアル店舗系の、まあ、エステサロンさんとかネイルサロンさんとかを僕がいつも見てるコンサルティングしてるんですけど、そっちの方の方向けのセミナーでいつも使っている資料を使って今日はやっていきます。で、実際に今日は動画をね撮ってもらうとっていうところをやってもらって、まあ、インタビュー動画みたいなやつですね。よくあるやつ、なんかね、情熱大陸的なそう、一郎とか一流アスリートがなんかこうインタビューされてるところのあのやつを、今日撮ってもらいます。そのために今日はね、もう一台カメラがありますんで後で一人ずつちょっとね撮っていきますんで、まあ、最初にざっくり全体の流れを説明して、でこうやらなければいけないこととかいっぱいありますけども、まあ、YouTube だけでもねありますけども、じゃあ実際に、どういう動画を撮っていったらいいのかっていうところで、実践という感じで最後やって、もらいたいと思っております。はい、ということで今日はですね、主体はホワイトボードじゃなくてこっちのテレビの方でやっていきたいと思います。多分これであれかな、うん、動画配信するときはそのテレビの画面をここの辺にこう映したいと思いますので、はい、安心してください。はい、ということで、YouTube マーケティング3つの条件ということでお話しさせていただきます。まずですね、例えば最近は結構 YouTuber って言われる方がいらっしゃると思うんですけども、これヒカキンとかもちろん知ってますよね、皆さん。はい、まあ、一躍 YouTube で有名になった人たち、例えばこの瀬戸康史さんが僕好きなんですけど、この方はね、なんか結構お笑い系の人だったらしくて、もっとすごいなんか面白いんですね。で、かずやチャンネルとか、この人は僕も好きなんですけど、政治とか経済を毎日のようにアップしてくれてるんで、僕はあんまテレビとか見ないでいたい人なんで、たまにこの人見て一気に最近の経済政治状況とか把握したりしてます。はい、で結構難しいじゃないですか、政治とか経済系って。この人結構分かりやすく言ってくれるんで、僕は結構好きです。まあ、これ余談なんですけども、まあ、ちなみに動画再生回数に対して収益どれぐらいかご存知ですかっていうところなんですけども、じゃあ竹信さん、どれぐらいだと思います、ざっくり。3% ぐらいです。 3% 0.何円とか、円単位で。円単位ですか。円単位で大体50銭ぐらいですか。50銭。50銭だと 0.05 ぐらい、0.05 ぐらいとかですかね。でもそのあれで、はい、で違いますよね、単価。そう、それのあれで違うんですけども、まあ、ざっくり平均でっていうのが今一応あるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。じゃあ、10円で。10円で、はい、はい、じゃあ、はい、0.3円、はい、だいたいですね、今これぐらいと言われてます。うーん、今はですね、もう少し下がってると言われてますね。へー、まあ、竹信さんは50銭っていうのはじゃなくて5銭でしたね。はい、はい、5銭、5銭かな、これ分かんないですけど、まあ大体これぐらいなんですよ。だからじゃあ YouTuber になって稼ぐとしたら、計算上1動画につき10万回再生、毎回再生されなきゃいけないですね、約。うん、これは結構多く見積もったパターンです。 0.1 円じゃなくてもう今 0.02 円とかも全然あるんで、多く見積もって、まあ、1日1回アップした瞬間にもう10万回再生されるような
レベルじゃないと生活できないということですね。まあただですね、まあ、今回は、そういうことではなくて、まあ、あの集客できる動線作りですね、まあ、集客のための動画を撮っていこうということで、まあ、彼らみたいにですね面白動画とか、まあ、その役立ち動画とかっていうのを、まあ、あのと撮りまくって、でとりあえず再生回数めっちゃ上げて広告収入をもらうっていうモデルではなくて、実際にその、まあ、僕のセミナーでいつも言ってたと思うんですけど、まあ、Twitter とか Facebook とかやるアナプロとかやるにあたって、どっちかっていうとその実際に本当にこう直接集客できるようなピンポイントで集客できるように、する方法ですねをやっていかないと、まあ、実際意味ないということです。実際ですね、あのヒカキンさんとかも2011年ぐらいから毎日ように YouTube アップしてるんですよ。よく見ると今活躍してるんですよ。みんなもう5年前ぐらいからコツ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 動画作ってアップしてるんですよ。だからそれをやろうとするとなかなか難しい部分があります。なのでこのセミナーとかで言ってるブログとかにつけたりとか、そういうことによってその見てくれた人がもっと濃くなるみたいな、そういう動画を作っていきましょうという、今回はお話ですね。まあ、なんか戦略的なやつをやっていきましょうということで、まあ第1章がざっくりとした概要と、第2章がじゃあどうやって動画を作ったらいいのか、で第3章が SEO っていうのがあるんですよ。 YouTube ってあのホームページと同じで検索エンジンを上位に上げる方法があります。それを最後にお話ししますね。はい、ではですね、マーケティングの概要ということで、動画はもちろんですね、あの YouTube 単体でお問い合わせが来るパターンももちろんあるんですけども、そこから大体そのホームページとかメルマガとかブログとかに行ってもらってから、その後来店してもらったり、集客をするという流れになります。で今育ててもらっているものとかがブログだったり Facebook とかなんで、そこがこのブログっていう部分の位置が、そこのにプラスされるっていうかですね、 Facebook とか Twitter とかが。で、ちょっとさっきも言ったんですけど、まあ後でもいいんですけどね、そのブログのサイドバーとかに、動画を貼ることによって、普通にブログ見てくれた人がさらにその動画を見て、で、その人のことをもっとよく知れて、で、実際にそのメッセージをしたり、問い合わせが来たりっていうところにたどり着く前までの信頼度が上げられるというふうに使えます。はい、でまあ今言ったこう結局企業系のあれなんで、まあ集客誘導できる綺麗な、まあ、ホームページとかないという場合でも、まあ、ブログとかでも十分できますということです。ということで大きく分けて、基本的には2つです。まあそのお店の紹介とかっていうのも、まあ、CM ですよね。まあ、あの自分のお店を売り込むと紹介をしていくっていうのが CM、で、8割は、ハウツー系ですね。あのとりあえずなんか無料なのにやったら教えてくれてめっちゃためになるなみたいな動画多分見たことあると思うんですけども、そういう動画ですね。そこで興味づけをしたり、信頼感をしたり、もうあのこっちには最初はメリットはないかもしれないけど、いやとりあえずあこの人ありがとうみたいに言ってもらえるような動画を撮っていくと、全体的にこうざっくりなんですけどこんな感じの流れになってて、でまああのハウツー動画が8割ぐらいこうやってあって、でその中に CM 動画とかも入ってて、でそこをぐる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 してる間にあの動画説明欄にありますとか多分言ってる人とかいると思うんですけど、そういう感じで、ホームページとかブログとかに流したり、まあ、そこで直接アフィリエイトしたりとかしてる人がいっぱいいますと。大体そのパターンですね。はい、でさらにさっきも言ったんですけども、まあ、こんな感じでブログにサイドバーのところにこうやって動画入れることができます。で、こう入れると結構見られるんですね、動画あのなんだブログ見に来た人がこうまず見るんですよ、再生されるんです。で同じ時期に例えば僕この動画あるんですけど、同じ時期に、アップロードしたんですけども、こっちがですね大体8倍から10倍ぐらいこっちの方が再生されてるんですよ。
それはなぜかというと、ブログ見に来た人がこれ見てるから、うん、同じ時期にアップロードしてもここに貼ってあるってだけでみんな見るから、必然的にそっちが稼ぎ方が多くなっているというような状態です。で、まあ、そうするとこの動画サイト、まあ、サイトはアメブロですけども、このブログとかに、訪れた人がその商品を購入したりとか投資したりという確率ですよね。要はね、反応率が 20% なんで、まあ、確率が 20% が上がるってことですね。まあ、信頼度合いが違うと、まあまあ、お客様の濃さが変わるってことですね。どっちかっていうとこんな感じです。はい、で、いつも言っている、まあ、ブログやってちゃんとやってる方もいらっしゃると思いますので、そこの、ブログに誘導していったり、ブログに貼ったりというふうにやっていきます。では全体で第1章でまとめとすると、まあ、ここですね、CM 動画とかハウツー動画を作りますと。で次、ウェブページに誘導していく。で、その動画をウェブページでも貼るというのが第一章ですね。まあ、これが大まかな流れです。これでさえ分かっていれば、あとはもう動画撮るだけなんで、動画撮ってアップして、この流れに持っていくというようになります。はい、では次ですね、動画の作り方です。では、やり方は分かったと、全体も分かりました。ではじゃあどういうふうに動画を撮っていけばいいのかと、その CM 動画とね、ハウス動画をどういうふうに撮っていけばいいのかっていうことで、これからお話ししていきます。で、動画といえばなんですけども、これ毎回他の SNS のセミナーとかでも言ってるんで、大体分かることとは思うんですけども、基本テレビですね。他の SNS の話の時も結構ちょこちょこ出してると思うんですけども、 YouTube が一番テレビに近いですね、やっぱり。で、さっきも言ったんですけども、この CM 用の動画、お役立ち動画、この2つっていうのはテレビに置き換えると、CM が2割、番組が8割っていうことで、だいたいね、テレビって番組があるじゃないですか。番組がだいたい1時間ぐらいあって、だいたい CM が15分に1回ぐらい入りますよね。で、そういう意味ですね。 YouTube も同じことで、ハウツー動画系を撮ったりとかして、で CM 用の動画を流したりとか、まあ、CM 用の動画とかを作らなかったとしても、動画説明欄にアフィリエイトリンク貼ったりとか、メールマガ登録してくださいって言ったりとか、それがもう要は CM なわけですよね、集客の当選としては。なので、まあ、お役立ち動画系が8割とかで、セールスは2割ってことですね。で、これは他の Facebook とか Twitter とかでも同じことで、ブログであれば記事が番組ですよね。で、たまに、めっちゃ宣伝したりとか、一番下の記事の下に、お問い合わせつけたりとかっていうのが、まあ、CM っていうところです。だからブログの記事でも先頭からずっとね、ここの商品がいい、この商品がいい、買ってくれ、誰も見ないんじゃないですか。だから、まあ、番組として記事があって、最後にお問い合わせがあったり、たまに、冒頭からめっちゃ宣伝の文章を書いたりとか、なんで、まあ、その割合で全体的に、捉えてもらえればなと思います。はい、で次ですね、では CM 動画の作り方ということでですね、ちなみにですね、ちょっと見てみます。これはね、エッセイサロンさんの動画ですね。これは実際動画だけで作っているわけではなくて、全部写真のみで
実際のこういう動画を実際にその店舗さんに行ってあげて動画撮影してあげて編集してあげてとかってやると人件費と規制とかすごいかかるんで40万とか普通にするんですよ、こういうのって一発撮るのに。なんで、僕の場合はこんな感じで写真だけ撮ってもらって、でそれスライドビデオで流して、でそのこういうふうに宣伝のテロップとか入れるだけで、まあ、作ってあげるっていうことをすると、まあ、別にこのサロンに行くこともないし、特にやってもらうこともないんで、写真もらうだけなんで、それで作ったものですね。ただ意外と動画って結構見られるし、あとその集客の経路の一つとして、あの SEO かけてやっとくと、こっちからブログに来ることもできるんで、一つあの動線が増えるってことですね。ブログだけやってるよりもちゃんとこっちからも入ってくるっていうような仕組みを作るとできます。で最後にちょっとお問い合わせとかね、で動画の説明欄にもあのホームページとかブログとかの URL が貼ってあります。でまあ、こんな感じで、でこれを、まあ、ブログのサイドバーとかにも貼ってもらってます、まあ、そんな感じですね。でこれまあ今も言ってたんですけど、今ずっと言ってたんでちょっと飛ばしますね。今のパターンじゃなくて、実際に、まあ、今日ね、あの後で撮影しますけども、実際に皆さんがこうやってじゃあこの角度でってやって撮影して、でもこれじゃなくてね、もっとなんかやっぱプロ用のでっかいのあるじゃないですか、あれとかあのマイク、ピンマイクとかちゃんと用意してとかってやると、うん、2、3人必要じゃないですか、あのスタッフがね、うん、それ僕が例えば僕の会社でやったとしたら、それをその人のお店かどうかに3人で一緒に行って、でなんかこう質問する人と撮影する人とってやると、うん、その時点で3人分の人件費かかるし、動画機材持ってくるのも大変だし、うん、でそこで手間賃とか手数料とかいっぱいかかるんですよ、交通費もかかるし、でさらにそれを帰って編集して納品とやると本当に10万とか40万普通にかかります、うんうんうん、なんでまあ静止画だけでやると一切、まあ、そういうのはないので、ああいう感じでテロップとか入れるのはね、実際自分で、まあ、頑張れば自分でもできるレベルなので、まあ、最初のあのモーションとかはね少し有料のものとは使ったりとかしますけど、それでもまあ 1、2万円ぐらいでできるということです、今ぐらいだったらね。ということで、今の流れですね、今の流れっていうのはあの台本っていうのがちゃんとあって、まあ、こういう流れであれは作ってます。大体でじゃあいざあの作ろうとなったら一番最初に困るのが大体ここなんですよね、流れです。最初にこういうことをやって、最初にこうやってやって、こうやってやってっていうのが一番結構あの難しいというか、あの悩めるところなんで、その、まあ、紹介っていう感じで大体こう流れで撮ってますね、はい、で、まあ、何が一番大事なのはお客様の声ということで、まあ、最近ねあの Amazon とかもそうですけども、アマゾンの価値とか、まあ本当にあのレビューっていうのをつけたから一気に売り上げが上がって、今みたいにでかくなったという部分もありますので、今やっぱり本当にお客様の声っていうのは非常にあの心に刺さる部分があります。特にネットではあのネットでマーケティングするってなると、やっぱり人の顔とかが特に見えない部分もあるんで、本当かなみたいなね、なんか僕も最近ネットでなんかこう肌のやつ買ったんですけど、なんかこう男性用なんかねこう化粧水的なやつ買ったんですけど、これ本当に大丈夫かってめっちゃ見てたんですよ。やっぱ結局自分も最終的にお客様の声めっちゃ見てたなってすごい思ったんですね。やっぱそれぐらいお客様の声で今大事で、いや本当にね自然と見てますよ皆さん、これ絶対に。で次はまあここですね、店主またはオーナーの情熱みたいなところですね。
で、その最近買ったその僕の化粧水みたいなやつは、どういう風に作ったのかみたいなめっちゃ書いてあったんですよね。あの LP にこう長いやつに、でこうなんかこういう感じで作ってて、でこういう人のために試行錯誤してやっと出来上がりましたみたいな、よくあるがちなやつですけどまあそういうストーリーとかね、あの社長さんの情熱だったね、そういう部分はやっぱりあーなんかちゃんとやってんだなみたいな。なんかプロフィール作成とかあのアンブロの時とかにやったかもしれないですけど、まあ、そういうところですよね。プロフィールみたいなところもこういうところに直結してきますよ。書きようによってね、プロフィールとかこういうのってあのもうそのためだけに生まれてきたんじゃねみたいな雰囲気出すことができるんでそう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 、もうね、結構言いようみたいなところはありますから、私はこういう人生を送ってきてこういうので苦労して、だからこういう人たちにこういうのサービスを届けたいっていうのを、まあ、一貫するだけでね、そういうプロフィール作れちゃいますんで、逆に言うとそれを作ってそれを表現していくということです。でもなぜこのテンプレートになったかっていうのは、まあ、あの日頃ね、あのアリス、あのパソナーの法則とかいろいろ言ってますけど、大体同じです。これもそのことです。大体まあ、注意を引いて、問題提起して、その問題に対する回答を出してあげて、その後メリットとかいろいろ、それを問題解決した後のメリットとかね、具体的に伝える、最後に行動を呼びかけるということですね。で、まあ、プラスアルファでレビューと共感を入れたというのがさっきの動画の流れです。詳しく言うと、まあ、こんな感じ、ちょっと難しい、なんか細かいんですけど、まあ、こうミックスさせたっていうことですね、要は。ということで、素材はですね、用意するものはスマホかデジカメで全然大丈夫です。今はですね、iPhone とかもすごい画質いいので、実際あの全然余裕でさっきの感じとかできますので、ぜひやってほしいですね。で、大体、あのこの 1280×720 なんですけども、まあ、これいろいろサイズがあるんで、1920×とかもいろいろあるんですけど、まあ要は横ですね。あの iPhone とか多分ね、あの Facebook とか Twitter のやつとかでも言ってると思うんですけども、基本横取りでお願いしますってやってますよね。要は横で撮れば大体このサイズになります。基本あの規約でなってるんで、規定のサイズが大体これです。こうやって横で撮ると大体1900いくつか1280×720になってるはずなんで、まあ、そのこの数字を覚えるっていうよりは、あの縦で撮らないように注意すればいいっていう感じですね。そうすると縦で撮っちゃうと、こうやって YouTube たまに両脇がこうやってなんか黒くなっちゃってる部分があると、あるとかたまにあると思うんですけど、でもサイズがもうそもそもそこしかないから、 YouTube にアップしても横が切れちゃうっていう状態になりますんで、動画を撮るときは必ず横で撮っていきましょう。まあ、YouTube にアップする場合はっていう部分もあるんですけども、最近はなんか、最近のニュースでなんかスマホで動画見る人が多いから、逆になんか縦専用のなんか動画のサービスとかも出てるみたいですけど、現状まあ YouTube は縦じゃなくて横の方がいいですね。ということで、もう一個だけさっきのエステの方の、ちょっとこれはですね、ネイルサロンさんです。さっきのエステサロンの、こっちはネイルサロンですね。まあ、さっきの流れを、踏まえた上でちょっと一回見てほしいですね。これはまあキャッチコピーですね。まずここで大阪の30代向けだよっていうとこちょっとアピールしていくと、過去のお客様の声が入って、紹介とかサービス紹介とかこの辺でしていくと、
このお店の CM 動画的なやつは、まあ、実際に、店舗じゃなくてもこう使える流れなんで、この動画の流れはぜひ覚えててほしいなと思います、はい、っていう感じですね。まあ、こんな感じで、簡単に動画を作ることができます。あのスライドビデオだけですね、これは。写真のみで作ったものです。で、まあこんな感じで、僕の YouTube もとかもそうなんですけど、こんな感じでチャンネルをね、あのできる、分けることができるんですけども、あのこのメインの動画、メインの CM 動画みたいなっていうのをこの一番上にこう貼っておくと、パッと見た時に一番上でこうやって来たりする。これ設定いろいろ変えれるんですけど、この上のところは順番に表示していくとかっていうのもできます。まあ、これはちょっと詳しいまとかったというか説明します。最初は皆さんこんな感じです。実際僕もそうでした。今はね、あのセミナーとかでめっちゃ喋ってますけど、最初は頭の中真っ白になっちゃいましたし、はい、セミナーの前は何回も何回もセミナー喋ることをね、あの家にホワイトボードがあるんですけど、家のホワイトボードで何回も練習して、からセミナーやってました。慣れればね、あの簡単なんですけど、まあ、そういう感じで最初は誰もみんなできないんで、まあ、数こなすことが大事ということです。はい、で編集ソフトなんですけど、 Mac であれば iMovie っていうのがもともとついてます。無料です。 Windows も Movie Maker っていうのは無料でついてます。これであれば ある程度の編集は全然できますので、まあ、さっきのですね、あのテロップぐらいだったら、あの全然できます。ただあの最初のこう綺麗ななんかファーみたいな、あれはあの有料のソフトを僕は使ってるんで、それを使ってやってるんで、無料ではそこはなかなか難しい部分あります。ただあの iMovie であれば最初からテンプレートみたいなのがついてて、あのそのなんかムービー最初からその場所が決まってて、そこにあの写真入れるだけでなんかかっこよく作ってくれるみたいなのがあるんで、 Mac の人はすごい、ね、有利です。無料でもかなりハイクオリティのものを作れるん で編集ができない、もはや面倒くさいっていう人は、動画だけさっきの流れ意識して撮って、動画とか写真だけで、あのクラウドワークスとかランサーズっていう、あのクラウドソーシングっていうか、あのサービスがありますんで、そこであのプロの人が個人契約で作ってくれたりします。単発でね、例えば僕であればそのブログ記事とか発注したりするんですけど、そのライターさんをそういうところで見つけて探して、で一文字いくらでやってくださいって、このテーマで書いてくださいって言うと、はい分かりましたって言って一記事単位でやってくれる、そういうの人がいっぱいいるところがありますので、そういうところで発注することも可能です。そこで叩けば、まあ、個人なんでね、あの会社に頼むわけじゃないから、あのいくらでもいいねでやってくれたりするんですよ。だから叩くことができます、値段を。で場合によっては数千円でテロップ入れたりしてくれるパターンもあります。それは人によりますね。個人事業主が中に登録してるあるんで、皆さんで、あのサラリーマンの方で副業だったりでも、お勤めのところは結構大きい動画の会社の制作の動画スタッフだったりする人いるんですよ。そういう人にやってもらえると。でまあ運が悪ければ変なのありますけどちゃんとねコミュニケーション取ってやっていけば、あ全然。僕動画編集一回何人か何のことあって、普通にフジテレビの人がいまして、普通に大手系のところで働いてる人がいました。今のまでの話、どっちかっていうと撮ってアップしてそのブログにつけるとか、でそのリアルに見てもらうとか、そっちパターンだと思うんですけど、次はそもそもその動画から来てもらう方法ですね。要はその検索エンジンで、見つけてもらって動画から来るパターンがありますので、それはどうすればいいのかというお話ですね。はい、で、まあ、SEO とはっていうところになってくるんですけども、まあ、いろいろな情報があって、いろいろとなんか
タグとか難しいものがありますけど、まあ、まあ要は Google さんに気に入られればいいということです。なんかまあ単純な話、クオリティが高い動画、あとは本当に役に立つような動画ですよね、あとシェアされるような動画とか、さっき の, そのなんか自宅で簡単にできるキャンダーのなんとかとかっていうので方がやっぱり長く見られたりするですよね。なんか変なよくわかんない動画とか途中で切ったりするじゃないですか。でもちゃんとしたあのクオリティが高いコンテンツであれば最後まで視聴されるので、あの最終的に視聴時間が伸びて、あの SEO が強くなったりっていうのも当然します。いろいろな要素があるんですけども、まあ、要はざっくり Google さんが気に入るっていうことは、要は検索エンジンをみんな使ってほしいわけですからね。役に立つものがなければ検索しませんから、ヤフーでやるわみたいになっちゃうので、そう最近であればもうアプリとかダウンロードしちゃったらね、そっから情報しか取らないみたいな、そういうパターンもありますので、なんとか Google さんに気に入られるようなね、高いクオリティのコンテンツをつけていきましょうというところです。で、 SEO をやる場所は3つで、この3つですね、基本的にはこの3つの場所があるんです。アップロードするとこの3つになるんですよ。タイトルと説明文のタグがあります。これ3つ入れるところがあるんですよね、 YouTube ってアップすると。ここにまあキーワードを入れていくっていうことです。で、例えばこうカフェ会であればもうカフェ会っていうキーワードとかフレーズをもうひたすらこうなるべくナチュラルに入れまくるみたいなね、そういう感じのことです。まあこれ詳しく言い始めると結構気になるんですけど、ざっくりですね。例えばじゃあどういう感じになっていくかっていうのは、こういうふうに検索されると1位に来ると。で、1位に来るとここから飛びますよね、動画見ます。で、動画下の説明欄とかにあのホームページとかブログ載ってるとそこに来て、そこから問い合わせとか来てつながると、そういう感じです。こういうふうに、ね、検索エンジンが1位に来ますので、 YouTube ってすごくすごく強くて、アメブロと YouTube ってすごいんですよ検索エンジン上位に来る確率が。他のは、まあ、Facebook とかね、 Twitter とかっていうのは検索エンジンではなかなか来ないですけど、 YouTube とアメーブロはすごいです。これを見てもらっても分かると思うんですけど、アメーバブログ下に2つありますよ。円盤浴の効果、でその間で唯一の円盤浴アメーバブログって、その2つ下にあるそれはこの動画の人のブログです。だからこのキーワードで、1位と3位取ってるってことですね。ナプロと YouTube で1位と3位、他のキーワードでも恵比寿、円盤浴とかでやっと出る、下にあるやつも3つ全部その人のネプロですよね。うん、さっきのエセサロンさんも、あとネイルサロンさんかもこんな感じで1位になったり。で、注目ポイントは、あそこに注目って書いてあるんですけど、あの件数なんですよね、検索件数。これ少なければ少ないほどライバルがいないってことなんですよね、そもそも。これ100万件いるんで結構強めです。だいたいね、40とか40万件とかなってくると結構 YouTube とかあったら、1位いけます、すぐ。ただワードプレスとか作ってじゃあってなると40万件でも結構厳しいです。YouTube とかアメブロであればいけるということですね。で、これはアメブロはここのないので YouTube がどれだけね SEO すごいかっていうのが分かりますよね。アメブロは全然なくなりました、これで。さっきのは40万件とかですよね、これは400ですけど、これ40とかですよね。で、アメブロ3つ来てますよね、下に。ここはさすがにアメブロいないです、さすがに勝てないと、ね、このぐらいのライバルがいると
さすがにアメブロじゃ勝てないけど YouTube なら勝てるとかそういうような意味合いですね。まあ、他にも他のキーワードでも一応あります。あとはこれは天笠の料理サロンさんなんですけど、これは200万件中の1位ですよね。増えれば増えるほど1位に来づらい。またほらここでアメブロなくなってますので、ね、ここまで強いキーワードになってくるとやっぱりワードプレスとかの方が、ワードプレス頑張ってる、昔から頑張ってる人とかの方が勝ちます。いろいろあるんですけどね。まあこういう感じで地名、美容院って結構強いやつですけども、それでも勝ったりできます。まあ、これ2ページ目来てますけど、ちょっと前まで 1ページ目いたんですけど、 SEO って結構下がっちゃったりするんで、まあ、その辺はしょうがないんですけど、まあ、こういう地名、美容院とかいうビッグキーワードでもね出てくると YouTube であれば可能ですと。同時にこの人も同時時期にアメブロを始めたんですけど、アメブロは全然来なかった、ダメでしたね。 YouTube だけは来ました。まあそうです。まあしっかりと狙えば1位取れるとまあ、じゃあどうやって1位取るのかっていうのが、まあ、何のキーワードで重要性を伝えるのかっていうのをしっかりと決めてピンポイントで狙っていくと。でね、検索で競合とかがいない、なるべくいないキーワードを狙ってつつやっていくということです。で、まあ、少しだけ最後にね詳しく説明しますけども、3つです。さっきタイトル、説明文、タグ、これを全て入れていけば、キーワードをしっかり入れながら頑張ってやっていけば大丈夫と。まあ、1つ目はタイトルですね。例えばこんな感じで、これであればまあ新宿とか、ね、バストアップサロンとかっていうふうに、キーワードを決めてたので、タイトルもこんな感じでなるべくキーワードを入れたキャッチなタイトルをつけると。で、説明文に関してはこんな感じで、店舗名、サービス名、住所、電話番号、ホームページ、URL を入れて、その新宿とかさっきの、なんだバスアップっていうのをなるべく入れながら書くと。こういう説明もね全て書いていくと。で、プラスアルファで、その下に関連動画とかも入れます。その何て言うんですか、同じような動画で、同じようなジャンルの動画で、再生回数が多い動画ですねを貼っておくと、そのなんか YouTube 的になんかこう YouTube 内をぐるぐるしてほしいわけですけど、 YouTube って YouTube の会社の社長がね YouTube 内をぐるぐるしてほしいわけですから、ぐるぐるさせてくれるとこいついいやつだなってなって普通になんかちょっと記憶が良くなります。はい、で、説明文の下にですね、これちょっと裏技的なところあるんですけど、こんな感じでGoogle Suggestっていうのがあって、ある一つのキーワードに対して Google Suggestキーワードツールっていうのがあるんですけど、それを使うとみんながよく検索する、そのキーワードで検索するパターンがいっぱい出てきます。そのいっぱい出てきたやつを全部説明文に入れると、そうするとこのキーワードで検索してきた人はこの動画にたどり着きやすい、検索エンジンに表示されやすいというのが、一応今データ出てます。まあ、これはね、そのうち使えなくなるかどうかは分かりませんけども、現状はまだ有効です、すごくっていう感じ。最後タグですね。さっきの関連の動画なんですけど、例えばその僕がこの東京で例えば新宿セミナーでやってるとしますよね。この動画を YouTube にアップしてしまったとします。そしたら新宿セミナーみたいなキーワードで他に上げてる人の動画を探すんですよ。探してその人 の YouTube ってこういう風に動画があってここに説明文があってですね、この空白の部分がこうやってあるんですよ。空白のところこことかを右クリックすると、これは動画じゃ YouTube じゃなくても同
同じなんですけど、コミクリックするとなんかソースを表示するっていうのが出るんですよ。ソースを表示するのが出て、これクリックすると基本的にネットって全部コードでできてるじゃないですか。プログラミングとかよく言いますけど、大体こういう僕らが視覚的に見えてるのって全部文字なんですよ。文字列なんですよ。それ知ってます知らないですかあのアメブロでテキストじゃなくてビジュアル、そうそう HTML、 そう、まあ、HTML と一概には言えないんですけど、いろいろな要素があるんで、アメブロで書いてるののテキストっていう方を押すと、なんかだからこういうのとかたまにありません？こういうのとか、こういうなんかいっぱい、ね、なんかすごい何これみたいなやつ、こういうのとか、基本的にこういうのを書いて、なんか例えばノートっぽいのに貼って、でネット上のサーバーってところに上げると、こういうふうに見えるだけで、基本全部文字なんですね。その文字がこのページを作った時の文字が全部見えるんですよ。そう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 。そうするとこのページ自体をこうアップロードした時に、どのキーワードでアップしたかっていうのがメタネームキーワードっていうんですけど、ちょっとね、これはわかんないなと思いながら喋ってるんですけどまあ要はアップロードした時に意識してやったものがわかるんですよ。やった人がどういうふうにやってアップしたのか、どのキーワードでやったのかっていうのを人のやつが見れるんですよ。でこれをコピーしてそこに貼っちゃうんですよ、うん、そうするとこの動画を 見た人 YouTube でこういう関連動画ってあるじゃないですか、いっぱい出てきます、ね、そうすると これを見に来た人たちの関連動画に表示されやすくなる、自分が、そうすると同じジャンルだから、例えば東京でセミナーに興味ある人が、僕じゃない人の東京のセミナーの人の動画を見たとしたら、ここに僕が共有される確率が高くなるってことですね、自分が、うん、そうするとここからこっち飛んできてくれたりするんで、そうするとすごい回数も上がるし、まあ、目立つってことですよね、目に触れる確率が上がるってことです、ちょっとね、ついつい専門的な話をしてしまいましたけど、カンニングしていいってことですね。そうです、カンニングできるってことですね。これはワードプレスだろうが何だろうがカンニングできます。メタネームってだけやつを探せばどこにでもあるものなんで、ウェブにあるものすべて文字でできてますから、その文字の中にメタネームキーワードっていうものがありますんで、動画であろうがホームページであろうが、すべて相手のキーワードをカンニングすることができます。 YouTube はここに貼るということですね、はい、ということでちょっと難しい話になってしまいましたけれども、まあ、これまとめです。 SEO のね、まあ、これちょっとまたややこしいんで、まね、資料欲しい人は出します。でこれは秘密の動画なんですけど、これは教えられます。まあ実際にどういう風にやっていくのかっていうね、僕がこう動画撮ったちょっとダイジェストをね見せますけど、こうやってね、まずキーワードをこうやってね選ぶと、キーワード選んでってこうライバル探してこうね、キーワードGoogle サジェストっていう、さっきいっぱいダーってやったキーワード、上げたいやつのキーワードの関連キーワードをね、やっていきます。で、こうやって入れていくってね、こうやって、ね、他の関連動画も見て、挿入する場合、カンニングするところは、なんか
ケーションソースを表示ってやると思います。おお、結構メタネームキーワードって検索をかけるとこんな感じ、そう出てくるキーワードが全部、でこうやって操作表示ってやると、キーワードってやると全部相手の探しやってるやつが見れるという感じです。はい、この輪っかは企業秘密なんで渡すことはできないんですけれども、まあこんな感じでやるという感じですね。はい、でまとめますと、まあ全体を把握して。その動画の割合ですね、どういう感じで動画を作っていくのか、で CM 動画っていうものをまず撮った方がいいですね。 CM 動画ありきで、まあ、ハウツー動画を撮っていくという方が順番的にいいと思います。あの先にね、あの500動画立ち動画ばっかり撮っててもなんかただの親切な人になっちゃうんで、先に CM 動画作った上であのお役立ち動画を分散させていくっていうのが、ステップとしてはいいかと。で、せっかくアップしたんだからキーワードちゃんとやっていこうと、キーワードちゃんとやっとけば、ブランディングとかそういうもの以外にもそもそも検索から来てくれるパターンも狙えるよということです。はい、ということで、セミナーというねパワーポイント系はこちらで終わりだと思います。